皆さんこんにちは、かねです。今回は注射、ニキビ、肌荒れに効く漢方についてレビューしていきたいと思います。それがこちらです。つむらの十味排毒湯っていうちょっとヤバそうな名前をしてる漢方です。そもそもね、この動画で初めて私を知ってくださる方もいるかもしれないので、簡単に私の肌の自己紹介をしたいと思います。私は前々から夏になるたびにすごいひどい肌荒れをするなっていう風に思ってて、で特に去年は夏の肌荒れが長引いて肌が地獄みたいな状態になっちゃったんですよ。でそれをね、動画でちらっと話した時にコメント欄で、あかねさんはきっと主査っていう症状だと思いますよっていう風にねアドバイスをもらって、で自分自身でも自分の肌状態を検索した時にもしかして主査かもみたいな記事が出てきて、あ、そうなのかなって思ってたんですよね。でそのいただいたコメントをきっかけに鼻ふさ皮膚科っていう主査の専門医の皮膚科を受診した時に、やっぱり予想通り主査ですねっていう風に言われました。あ、やっぱりそうだったんだと思って、その後からビブラマイシン錠 50mg っていう抗生物質を1ヶ月近く服用して、主査とニキビに効くと言われているアゼライン酸のアザクリアを朝晩塗るっていうのと、あとねレーザーも、肌のレーザー治療も一緒に始めたのがきっかけ で今ではすっかり地獄から人間に戻ってきたんですけど、最初に試した抗生物質、アゼライン酸、レーザーの中で一番即効性があったのはやっぱり抗生物質だったんですよ。でもそれってずっと飲み続けられるものでもないし、でアゼライン酸だけでも十分に予防とか治療の効果もあるんですけど、なんか主査って未だにこれですっていうしっかりとした原因がまだ分かんないらしいんですけど、でも突然やっぱねストレスとか日光を浴びた日とかにブワって出ちゃう時があるんですよね。でそれを相談したんですよ。そしたら漢方を試してみませんかって言われて、それで飲み始めたのがきっかけです。でこの十味排毒湯っていうヤバそうな名前の漢方は主査だけじゃなくってニキビと肌荒れにも効きますっていう風におっしゃってて、でえ、そんな漢方あるんですかって言ったら、ありますよみたいな感じで、それも鼻すさ皮膚科さんで処方してもらったんですけど、漢方って抗生物質みたいに短期間で治すものではなくって時間をかけてゆっくり効いていくものっていうイメージがあったので、1ヶ月以上経ってみてどうだったかっていうレビューを取ってみようと思います。ちょっと前置きが長くなったんですが、結果どうだったかっていうと、よかった効いてます、自分には。それがね、どこで判断したかっていうと、主査の点滴と言われてるのが紫外線、ストレス、刺激的な食事、赤ワインとかなんですよね。数あるアルコールの中でもなぜかね、赤ワインが主査悪化の原因らしくて、私赤ワインが一番好きなのに、もう悲しすぎる。そう、それで一時期お酒をほぼやめてたんですよね。で漢方を飲み始めて、漢方の効き目を試すためにも赤ワイン飲んでみようと思って、この間ね一杯飲んでみたんですよ。でそしたら全然大丈夫だったので、やっぱり漢方の効果あるなと思いました。でそんな一杯じゃ分かんないでしょって思うかもしれないですけど、漢方を飲み始める前は本当にもうこれのコップのこんくらい、一杯っていうか本当5口ぐらいしか飲んでないにもかかわらず、もうすぐに主査がねボコボコ悪化し始めて、で漢方飲み始めてから赤ワインを飲んだらそれが起こらなかったので、なんかちゃんと効果があるなっていうのを実感した瞬間でした。でこの中身はこんな感じになってて、ちょっと小粒な砂利みたいな感じです。飲み方としては朝昼晩の食事の前にさっと飲むだけなんですけど、で香りがなんかちょっと土っぽいシナモンみたいな独特な香りではあるんですけど、正直ね見た目よりまずくないんですよ最初は味わったことがない味がしたので、わこれ毎日飲もうかって思ったんだけど、こういうものだって思い始めたら何とも思わなくなったので、多分皆さんも大丈夫だと思います水とか飲み物ですって溶けるので全然苦しくないです。私本当に錠剤も粉末の薬も苦手なんですけど、なんかねちゃんと肌に効くっていうのを理解したら大丈夫でしたね。なので漢方って苦くてしんどいイメージがあるかもしれないんですけど、私は本当に飲み始めて良かったなと思ってます。
で、なんか主査には結構段階っていうか人それぞれ症状の悪化具合が違うと思うので、主査の人全員が私と同じような感じになるとは限らないと思うので、一旦この動画はまあこんな人もいるよみたいな口コミ程度に考えてもらえればなと思います。で、漢方以外にも実際に効果があるなって思っているのは、もう何度も何度も紹介してるんですけど、やっぱりアゼライン酸のこのアザクリアが一番効きます。なんか他にも、コスデバッハの AZ クリアとか、メデュースってところの AZ セラムとか、アゼライン酸がたっぷり入ってるセラム、他にもいろいろあるんですけど、結構ね、この美容液系は私は予防的な使い方をしていて、これを使っていると主査がそれ以上悪化しないものだなって思うんですよ。でもできてしまった主査の炎症にはやっぱりアザクリアを塗って寝た方が本当一晩で治るっていう風に思っているので、これとは生涯を共にしようと思ってます。やっぱりその主査とかって本当に皮膚の炎症なので、悪く捉えるとちゃんと治療しないといけないんだけど、でも逆にちゃんと治療すればちゃんと治るから、今ね、もし主査かもしれないけど病院に行くのがちょっとあれでなんか迷ってるなっていう段階でこの動画にもし出会った方は専門医に行って受診するのがおすすめです。私自身もね、結構後回しにしてていつか治るかなって思ってたんだけど、やっぱ病院に行ってちゃんと適切な治療方法を聞いてそれを実践して治ってきた時に、なんでもっと早く行かなかったんだっけって思ったから、悩んでる方はぜひ病院に行ってみてください。そんな感じで今回は主に主査についてのお話をしちゃったんですけど、この漢方はニキビと肌荒れにも効くらしいので参考にしていただければなと思います。ではこの動画がいいなと思ってくださった方はグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。インスタの方にもスキンケアとかコスメのレビューアップしてるので、よかったら見てみてください。 Twitter と TikTok もやってます。最後までご視聴ありがとうございました。